まちゃん大好き。なんて。そうですね。誰が。2人、いや3分の1、いや2分の1だ、2分の1、どっち？しまちゃんでした。じゃあやっていこう、しまソンね。やっぱり優先度が下がってんだろうね、ジェイソンのみんな。オッケー、しまちゃんいきます。そうね、もう先に建物を壊しておきたいから、いきましょう、暴れましょう皆さん。オッケー、フクロウ猫さんこんばんは。ほんとだ、なんか軽く押せばね、あの叩けるって聞いたんだけど、コンバートモデ。ああ、なるほどなるほど、こうやんだね。じゃあ次こっちだね。てか人がいるね。あ、いますね。トミーはもう呼ばれてんな、これ。軽くか、元だ。うっうっうっ、楽だな壊すの。あ、いた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 。残念残念だったな。バイバイだ。まず一人、はい、こんばんは。行き止まりだったね、まさかの。軽くか。おい、おい、おい、軽く殴ればできる。本当にできるね。よいしょ、よいしょ。ちょっと一回ね、ポリスの方呼ばれてないか。あ、いる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 、いますね。おい、ちょっと待って。おい。おい。ちょっと待って、バネッサだ。しかも。おい。おう。開いてないね。うわ、くそ。くっそ、これまずい。バネッサ、マジ力が半端ねえわ。いるよね。おい、いた。マジで？俺の家に入ってる輩がいるって。今連絡を受けてきたんです。ちょっと待ってください、そこの人、そこの人。そこの人待ってください。待ってください、そこの人。おい、おい、これもうガードできんの、これ。いやー、くそ。あ、ナイフもガードできるみたいだね。やばい、やり手だぞあの人。これまずいな。やりてやりて、ナイフもガードできるみたいです。あ、これまずいな。ちょっと戻る。そこにいるか。うっ、バネッサ。いや、まずいまずい、あいつ。ほんと。やり手、手だれですよ。そうか、覚えとかないといけないね。ナイフもガードできるってことを。よいしょ。で、バネス、うわぁ。これまずい。マジで。近場にはいるね。ジェイソンキルされるかも。
おい、おい、ミッチ、てめえ、何してくれとんじゃ。ナイフか。ギリギリ間に合ってしまった、ミッチちゃんが。壊れてるよ、そこ。私壊したから。まあまあ、そう、逃げなさになって、ミッチさん。どこ行った？え？え？あ、いるよね。あれ？え？いた。いたいたいた。はい。ビビらすなよお前こら。バレてなかったね。ミッチ、ミッチうまいね。ミッチうまかった今隠れんの。ね。気づかんかった。わあ、今のすごいな。GG だよこれこそ。うん。ナイス、ナイスミッチだったね、今。あっちにいるか。トミーも来たよね。あれ、トミー来てないな。あ、いや、トミー今から来るな。はいはい。ストーク得意だからね、ジェイソン。泳げ。あー、やばい。解いたね。まずいまずいまずい。家入ったか。あい、バネッサ、あ、あ、いや、あ、ちょ待って。だよね、来てたよね。オッケー。急げ急げ急げ。こいつさえやれば全て終わる。こいつさえできれば。オッケー。次はね、防御アイテム持ってないよ。あ、でも、だめだ、もうこれ食らいに行くしかない。くそ。ジェイソンキルめっちゃ狙ってんね。おお、やばい、トミーも斧持ってる。ダメージ系多いな。You can never die. えっ、ちょっと待って、日本ツタヤ、今なんつった、日本ツタヤって思った。あ、やべ、って言って。でもジェイソンも激おこだぜ、そろそろ。よし、ナイフ使った。これでまずトミーは、あ、やべやべやべ。危ない危ない。よく耐えてる、うちのジェイソン。いやー、ハゲた、やばいやばいやばい。逃走。やばい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 。でも俺、ね、ジェイソンキル対策、そういえば。
やべえぞこれ。めっちゃいいんだけど。大出力さん来なくていいよ。レフトバネッサ、バネッサ来なくていいよ。ノーバネッサ。これいる場所バレてんね。斧見えてますよ。あ、見えてる。オッケーオッケー。斧見えてんのか。なすけすけの。They want to hurt you, Jason. Don't let them.おいと、これ難しいな。今日は今日やばいやばいやばい。逃げる。お、いけいけいけ、セーフセーフセーフ。おほほほほほ、勝ちましたな。ジェイソンキルに勝つ男、シマちゃん。いや任せて、俺の連打をバカにしちゃいけないんだよ。勝ちましたよ。あとあとこのコアッパどもをやるだけだ。おい、バグってる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 。くそ、出れる。あ、出れる出れる。オッケー。でしょう、連打王はやるんですよ。あのこの前みたいなね、やばい連携は無理だけど、さすがに。うん、オッケーオッケー。くっそ、ちょダメージ与えていくしかないね。これ失敗させました。どうですか。やべ、壊れた壊れた。でもね、コンバット元でのね、横殴り結構出すの難しいですね。オッケーオッケー。トミーも壊れたね。オッケー、まあまあ今読んだからといって。はい、いただきました。まず一人ね、消耗戦に持っていってるから。今さすがにこんだけね、あの武器使えば消耗はしていくからさ。あ、いた、食らった。オッケー。ういういじゃ、相手ないはず。うい、何してんじゃお前。じゃあ2人目。連打音がすごいでしょ。もう連打にかけてるから、人生をかけてるわけじゃない。連打にね、そこそこあのかけてるんで、軽く難しいね。でも軽く横殴りができる方法を教えてもらったから、すごいやりやすい。空いてない。残念だったんな。よし、寝ろ。片足はいただく。そして首もいただく。残念だった。
コンバットモードで軽くだって、軽く押せばできるんだって、横殴り。ちょんちょん、こんな感じ。連打はできないみたい、さすがに。うん、でもいいこと教えてもらったね、視聴者の人に。いや、それ実はできるんですよって言われてるからさ。あと2人。あ、ごめん、いけるわ。おてて、つないで。はい。あ、どこ。ふう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 。おうほう。おう。ジェイソンね、大丈夫。ふい。お。でも、やり方教えてもらってよかった、横殴りの。これでうまく当てられるよ、コンバットの後。追加ダメージを。おい。ライフか。頑張ってる。うん。だけどね、そろそろやばい。やばい。そろそろ来るはず。バネッサがいないのはちょっとあれだな。気になるとこ。あ、そっちにいんのか、バネッサ。どうしましょうかね。バグって白くなっちゃって。うん。泳げ。さあ。またいだな。さあ、終わりだ。さあ、寝ろ。せいや。YouTube 見てます。あ、ありがとうございます。動画になると思うんで、よかったら。よいしょよいしょ。よし、やったぜ。あと一人いそう。このバネッチャがね、どっち、あっちか。やばいやばいやばい。ああ、走ってた。すでに残念、一人逃げられちゃった。はあ、残念。もう予測して走ってない、バネッサは。いやー、でもいい感じだったね。逆転劇でしたね。で、あと横殴りを覚えた。これは結構重要ですよ。うん。